それでは今体育館でやった練習に続きまして、それの予習として家でできる腕を振らないための練習法をご紹介させていただきたいと思います。先ほどご紹介させていただいた中に、お風呂の桶を使って紙くずをキャッチするといった練習法がありましたけども、今度はですね、紙くずではなくて、少しちょっと弾むボール、こういったボールを使っていただいて、吸収しづらくします。弾みやすいのでボールが飛び出してしまう可能性がありますので、腕を振ると、うまくキャッチできないという方になります。実際にちょっとやってもらいましょう。正面から投げてもらったのをこのように、うまく膝、それから、腕を振らずに、吸収してみてください。そうするときれいに入ります。仮にですね、腕を振ってしまった場合どうなるかというと、結構弾みやすいボールですのでこのように出ちゃいます。腕だけで取りに行くとこのように出てしまいますので、しっかり膝、それから腕を振らずに吸収するですね。これが、意識せずともできるように、自然にできるようになるまで、練習すると非常にいいイメージで体幹でもトレーニングできると思います。はい、ありがとうございます。体育館での、腕を振らない、レシーブの、予習のために、家でこのような柔らかいレシーブを練習してみてください。